はいはい、今さ今さ今ちょっとまあ僕はテレビはちょい、いちいでも載せるのもんめんどくさいからで問題的に今テレビで今新幹線で石が投げられたって石だろ電車に石があるってそんなことなるわけない誰かが投げたよで生活する家に誰かがイノシシじゃないよで石を投げてるような感じだけど詐欺のやつもいっそう だから寝るじゃん寝るじゃんでバスで止まるもんで止まったもんでその中から金を盗んで逃げる奴がいるだよバスで金がねえっつって寝てる月に金を盗む泥棒の犯罪者が外人が日本に来てまた事件起こした石投げだそれですぐに終わる知り合いの仲間だと思ってすぐに終わる怪しいよ怪しいよ全部が怪しい日本に来て名前が変わって